ゴリラでございます。ゴリラでございます。ゴリラスポットゴリラでございます。説明しよう。このチャンネルは、ゴリラが大好きな映画を語ったり、止まらない物欲に身もだえながら、お絵描きや造形、はたまたおもちゃのカスタムに、オリジナルグッズ制作などなど創作活動をしながら、ハッピーをシェアするチャンネルだよ。さあ、ということでですね、ちょっと今日まだ朝早いんですけど、ご報告がありまして、皆さん、もう随分前になるんですけど、俺が MacBook Pro の M1 Max ね、フルスペック全盛りで買ったよっていう回をやったのを覚えてらっしゃいますでしょうか。まだご覧になってない方ね、こっちですかね、リンクが出てるんで、よろしければご覧いただければと思うんですけど、応援をね、もう吐きながら、もうとんでもない75万円ですよ、約。金額をですね、タイマイをね、鬼のローンを組んで、ポチったわけです。もう、言いながら、うわーって感じで、もう覚悟って感じでポチったんですよ。で、それで、俺の、納期ですね、納期予定っていうのはこちら、ドン。はい。11月の19日から11月の26日に届きますというふうにアップルさんから、こういった予定へということで納期予定いただいてたんですけども、今日今これ撮っている時点で、今ね11月の23日なんですね、今もう。で、26日っていうともう残り3日しかないんです。はい。で、残り3日しかない状況で、これどうすんだと、昨日の時点でも焦ってたんですよ。22日の時点で、いい夫婦の日の日でね、もう、ちょっとあと4日で届くのかなって、ツイッターとか見て、やっぱりね、ほぼ俺と同じ19日、おそらく19日にツイートしてる人がいらっしゃって、でその人も、もうね、納期に入ったけど、出荷納期期間に入ったけど、全然音沙汰が全くないと、どうなっているんだって不安のツイートをしてる方がいて、で俺もそれ見て、あれ、これやっぱおかしい、なんか起きてるのかなって、でおかしいなと思ったのは、アップルの布っていうのがありますよね、今噂されてる、ポリッシングクロスですか。で、あれも一緒に僕は俺もポチったんですけども、それも納期が来年の2022年の1月5日からかな、まあ、1月の上旬頭に届くっていう風になってたんです。ここに出るかな、ポンと。はい。で、なんですけど、これこの間いきなり届いたんですよ。で、しかも何のステータスも変わらないまんま、いきなり発送になりましたって来て、メールが、何かの間違いかなと思ったんですけど、翌々日かな、本当にアップルの布、はい、こちらに届いたんです、これが。ね、で、この中に布、まだ開けてません。これちょっと今度開封してちょっとレビューしようかなと思ってるんですけど、これが先に届いて、で、さらにね、電源ケーブル、これも頼んだんですけど、延長ケーブルね、これも先に届いたんです。なんだけど本体が全くうんともすんとも届かない。で、と思って、先ほど言ったようにまだかまだかと見てたら、今日まさに先ほどメールがポーンと届いてて、朝起きたら、で日付見たら昨日の夜中、日付変わるちょい前だったんですけども、寝てたんですけどね。なんで朝見たんですよ、気づいてパッて。でね、ちょっと今これ確認しながらお話進めますけども、お届け予定日が変更になりましたっていうメールがここに来てたんです。で、これ見て、と思って、最初お届け予定日っていうので、あ、やっと発送された、間に合うと思ったら変更になりましたって書いてある。でパッて見たらこちら、はい、ドン。なんとね、12月の6日から12月の8日に変わってんのよ。どういうことと、いやと。で、さらにこの下にご不明な点がありましたら、このね、0120993993までお問い合わせください。これもアップルの、窓口ですね、問い合わせ窓口なんですけども、いや不明な点ありまくりでしょうと、ちょっと待ってくれよということで、ちょっとね、先ほど電話しましたよ。はい。で、電話しましてですね、で、まあね、そんなゴリラ焦んない、ゆっくり待てよ、まあ落ち着けってっていうね、イージーボーイ、イージーボーイみたいな感じだと思われると思うんですけど、ちょっとね、俺の勝手、俺の都合なんだけど、で仕事でここから、来週かな、からね、ちょっと2週間くらいでがっつりとちょっと撮影の方のお仕事をいただいておりまして、でそこで、今使っている MacBook との代替をこうね、引き継ぎをやろうと思って、新しいこのね、フルスペック Mac で、仕事をバシッとやっていこうかなと思って、まあもろもろね、考えていたんですけども、これね、もう26日に来ていただかないと間に合わないんですよね、非常に。もうそんなお前の都合じゃんっていう話なんですけど、でもだってね、そう、買い物そうでしょ。だからちょっとね、これ非常に困ったぞと。で、26日28日からもう日々結構バーッとバタバタした日々がお仕事で始まるんですけど、
26日予定通り届けば26日に開けて、まあ、こちらでね開封動画なんかを撮りつつで移行して前のマークと移行してで27日いろいろね多分トラブルとかもあると思うのでデータ移行も多分そもそもねいろんな人の YouTube 見てると9時間とか12時間とか、まあ、半日はかかると思うんですなんだかんだで丸1日はやると思うんですよね。だからちょっとそこを考えたら26日ギリなんですよ。デッドライン26日みたいなで28日から仕事で使っていくみたいな感じでやっていかないとで、あのデータの移行もそうだしこの YouTube の方でも動画撮れないから本当に困るなと思ってでとりあえずねご不明な点聞きたいと思ってどういうことと思って今アップルに電話したんです。でアップルに電話しましたらとりあえず、まずポリシングクロスがなんでそうなって先に届いちゃったかっていうとそれはねおそらく、まあ、あのアプリ上のバグだと思うし俺あの、ストアアプリっていうアプリの純正の、ね、ストアアプリ使ってるんですけどそれのちょっと、まあ、ステータスの変更するバグが起きてるんだとで、ポリシングクロスに関してはもう順次発送してるんでもう用意ができて発送してるんで、ちょっとねあの前後が今非常に激しくなっちゃってますすいませんっていう話説明を受けましたアップルさんからで、その後この MacBook Pro についてなんですけどやっぱりね部品によって非常に今ねばらつきというかムラが起きてるとそれによって出荷が前後しちゃう、まあ、要はそのカスタムでね注文してるので、まあ、人それぞれあの多分部品が揃いやすい人のカスタムと部品が揃いにくい人のカスタムっていうのがあるみたい で俺はおそらく部品が揃いづらい、まあね、その窓口のお兄さんもあの断定はできないけど断言はできないけどおそらくそういう注文カスタムになってしまってるんではないかと向こうのね海外の工場の方でなので、まあ、こういった順番が逆になってる、うん結構ねツイッターなんか見ると12月発送予定だった人が昨日とかあの発送になったり届いたりとかしてる人もいるのよ。で俺の友達も、同じ日にポチってほぼ時間も同じ時間ぐらいにポチって俺は11月の19日から26日だったんだけど友達は12月の頭ぐらいになっちゃったって結構嘆いてたんだけどもうその友達で先週届いたの、うん、で彼も、フルスペックで注文してて違いは実のキーボード俺は英語のね、キーボードなんですけどあとそれと色が違うぐらい彼はスペースグレーで俺はシルバーうん、この違いしかないんだけど彼もう届いてんだよね、うん、なんでだろうっていうのもあったんですけどどうやら違いとしてはそういうことが起きているのではないかという話です。で、とはいえね困っちゃうっていうことをちょっとどうにかなりませんかねっていうことをアップルさんに私聞いてみました。でそしたら、その担当のお兄さんが、まあ、お仕事で使われるということで非常にこれはねないと困りますよねということで間に合わないと大変ですよねっつってということで一応、リクエストベースという形にはなってしまうんですがという前置きがあった上で、お兄さんの上の部署さらに上位部署っていうでそのもう一個上の部署名前忘れちゃいましたけどねその部署に、今話をしてきますっつって一旦電話保留、していただいて待っててで戻ってきて、3分くらいですかねそんな待ってないです、うん、で一応その一番上のとりあえずお兄さんから伝えられる限りの一番上の部署までリクエストをなんとか一刻も早く発送してくれというリクエストを出したのでちょっとご希望に添えるか分かりませんが、なるべく早く発送いたしますということがアップルさんとしての回答ご対応でしたね。はい、まあでこれに関して、いつになりますよっていうのがお知らせ、ゴリラさん、今聞いてきて担当部署の方からいついつになりますと電話が来るわけではないらしいです。もうこっちの方で、また逐一ねアプリを見たりとかメールが届くのをいつになるかなっていうのを見てもしそれでまたね12月じゃなくてちょっとでも早まればお兄さんが頑張ってくれたそのリクエスト俺が納入が早くなりませんかねって言ったのが少し通じたってこと、うん、でもし26日までに届けばお兄さんが超頑張ってくれて本当に俺の願いもめちゃくちゃ通じて、まあ、元通りになったっていうことなんですけど、はい、なので、まあ、もしね皆さんね、まだ注文してこうやって遅くなっちゃった人で、ね、全然まあ急がないんだったらあれですけどもしねお仕事とか等で使われる方でいやこれ届かないと、ね、俺みたいにこの間で全部もろもろスケジュールでこれが到着してこの後移行してでちょっとテストして機材も使ってみてねでそれで現場に、ね、お仕事の現場に持ってくとかお仕事で使うって検討されている方で方は
もしよろしければね、お電話してみて、リクエストベースになりますけども、リクエスト通しておくのも一つ手かもしれません。はい、ということでちょっと今回はバタバタで俺が焦っている動画になっちゃいましたけど、ちょっと急遽ですけど、こういったちょっと MacBook Pro いきなり遅延のメールが届くというね、その対応ということで、一つ方法としてリクエストを出すということを皆さんにですね、お伝えできればなと思いまして動画の方を撮らせていただきました。まあ、あとね、ポチったよ、ね、あんなフルスペックでポチったよってそのまま俺音沙汰何も報告してなかったんでお前実はポチっただけのポチり詐欺だろみたいなね、ふうに思われてたらあれだなと思って、一応経過報告として報告いたしました。よろしければそのポチった方のね、時の動画もご覧いただければと思います。はい、ではですね、最後までご覧いただいてありがとうございました。この動画ね、役に立ってアップに問い合わせてみました、リクエストとりあえず通りましたと、リクエストだけまあね、ペース受け付けていただきましたとなど、まあ、少しでもねお役に立ちましたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方も一つよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。いやー、届け俺のリクエスト。